イシウスグロッティの傍らのフェニアとメニア。馬のスバジルファリと共にアースガルズの城壁修理に当たる巨人の石膏。山の巨人、バーグリサー。英語、マウンテンジャイアンツは北欧神話に登場する巨人の一種である。山の巨人について名前がわかるのは、まず北条神フレイの妻となったゲルズの母ウルボザ。そして、コエッタのグロッティの歌に登場する。 山の巨人の意地とアウルニルの兄弟から生まれたフェニアとメニアがいる。さらにフェニアとメニアが自分たちの祖先としてシャツイ、フルングニルの名を挙げている。なお、フルングニルの頭部と心臓は石でできていたという。他にアースガルズの城壁を修理すると申し出た石膏の正体は無名の山の巨人であった。また彼らはバルドルの葬儀の際に 死の巨人と共に参列したとされている。アイスランドの国章。山の巨人を含む4体のランドベイティルが描かれているヘームスクリングラに収録されたオーラブトリュックバソンの佐賀では、デンマーク王ハラルド・ゴルムスソンがアイスランドを攻撃すべく、偵察のため魔法使いを送った天末が語られている。魔法使いはクジラに変身し、アイスランドの東西南北を海沿いに回ったが、 彼の行く先々に巨鳥、ドラゴン、お牛、山の巨人が現れ、魔法使いの上陸を阻んだ。この報告を受けたデンマーク王は、アイスランド侵攻を諦めたという。それらは、アイスランドの守護者すなわちランドベッティルであるところの、ドラゴン、肉食帳、お牛、そして山の巨人であった。この言い伝えに基づき、アイスランドの国章には、ランドベッティルの四体、 すなわちお牛、肉食鳥、ドラゴンそして山の巨人が描かれている。また、アイスランドクローナ効果の裏面にも、巨人を含む4体の姿が刻まれている。ありがとうございます。